おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。1週間始まりました。今週もゆるーく頑張ろうキャベツはさ、ざく切りにして600ワットで2分レンチン。そしたらね、水気を拭き取って、分量はこれです。もうね、簡単だけど、これもね、いいおかずにもなるし、箸休めにもなってうまいよ。で、全体をしっかりあえて、キャベツの塩昆布ナムルの出来上がり。ナスはね、6等分にくし切りにするよ。そしたらこれ、ベビーハム。これはね、5ミリ幅ぐらいに切る。そしてウインナーに切り込みです。でね、豚バラでナスをくるくるっと巻くよ。これさ、うちの豚バラさ、あの長いなので、ね、何今ちょっと下が回らなかった。長いやつじゃなくてさ、半分に切ってあるやつだったから、あの長いやつの時には半分に切って使って、まあ一枚まま使ってもいいけどね。そしたら片栗粉をね、全体にまぶすよ。で、調味料を合わせます。分量これです。もうね、早速ね朝からニンニクするのめんどくさいから、チューブを使った。もうこれだけでね、全然楽よねやっぱり朝から頑張りきれんかった私はで、よく混ぜとくよ。そしたらだし巻き卵の準備。今日はね、白だしを使って簡単にね、作るよ。でさ、なんかさ、昨日までは本当に台風来るのかなっていうような天気だったけどね、今日の朝から、というか昨日だったかな、お昼過ぎかな、いつだったかな、もういつか忘れちゃったけどさ、大きな雷がさ、いきなり鳴ってひったまがりました。でね、今日はなんかどんよりしてて、なんか九州の方も警報だったか注意報だったかなんか出たらしいのよね。よく覚えてないというか、よく知らないんだけど本当のんきなの私だからね、トトが仕事に行く前にもう今日はベランダの植物を家の中に入れとかんな、とで8度って言ってたもう私本当にのんきだからさ、あの火曜日の夜中ぐらいだったら別に急がなくてもいいやと思って何もしてなかったの、まだだから今日はね、午前中雨が降ってないうちにさ、ベランダの植物とかね、あの鉢とかをさ、お家の中に取り込んでないと、外から何回も電話がね、仕事に行ってからもね、電話が来てね、今日中に取り込めよって言ってたからね、怒られるから今日はちゃんとあのベランダの植物さんたちをお家の中に入れないと。いつもさ、例えば私が植物をさ、こう眺めたりさ、お世話してると、臭いやらよって言うけど、植物を取り込まないと飛ばされるよっていうことはさ、まあね、優しいよね優しいよねって、朝からおばさんは何を言ってる。これで白だしのだし巻き卵が出来上がり。そしたらね、ベビーハムとウインナーを焼くよ。もうベビーハムは一応さ、裏表ね、火を通して
そしたら油を熱して豚バラでさ巻いたナスは巻き終わりを下にして焼くよ。これさ、くし切りにしてるから3面あるよ。だから全体の面をね、1分ずつ転がしながら焼くよ。でも最後さ、3面目あれ、なんかおかしいぞ。最後の面の時には蓋をして1分蒸し焼き。これでナスにも予感倍に火が入るからね。そしたら合わせ調味料です。これはね、調味料の中に酒が入ってるからアルコールを飛ばしつつタレをしっかりしっかり絡める。このヤンニョムダレがまたうまいのよね。これでね、豚バラとナスのヤンニョム風の出来上がりです。でね、今日はこれ、ダイソーの握り寿司の型を使う。これもね、ダイソーに売ってるよ。売ってるよって。で、これでね、おにぎりをして、私の全体重で押し付けました。本当はね、もうちょっと薄めに作れたらよかったんだけどさ、やっぱ握り寿司の型だからこんぐらいのもんなんだろうね。で、この上にさ、ベビーハムを乗っける。そしておにぎりをね、おにぎりをじゃないや、おにぎりでサンドする。サンドイッチ？お米のサンドイッチ？そしたらさ、海苔でくるっと一周巻いて、たらさ、こんな感じになる。おにぎりサンドね。で、さっきの海苔が短かったからさ、今度は手巻き寿司用の海苔を細く切りました。これだったらさ、ベビーハムとおにぎりがバラバラにならないからね。そしたらね、このおにぎりサンドはさ、このハムの面が見えるように縦詰めにしたら、ま、見た目がよく見えるような気がする。そしてね、このバラも100均、ダイソーにもセリアにも売ってるはず。売ってたの見たことあるから。これもね、10年ぐらい前からよく使ってたバランなのよ。いや、でもこのバランは10年前のじゃないよ。また最近新たに買ったよ。このバランもさ、ちょっとなんか和風な感じで、こう見栄えが良くなるような気がするんだ。そしてね、これは何だったっけ、ヤンニョム風はさ、底上げをして詰めて、だし巻き卵は斜めに切ってるから互い違いに断面が見えるように詰めるよ。そしてカップに塩昆布ナムルを入れて詰めます。で、ウインナーね、ミニトマトを乗っけて、今日のお弁当の出来上がり。週初めはね、またもや100均の型を使って、おにぎりサンドとヤンニョム風でした。材料と分量これです。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではでは、良い一日を。